はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、その動画をね、見てくれてる人の中からですね、ちょっと質問があったんですけども、まあ、この僕が今なってる帯状疱疹なんですけどね、これうつるらしいんですよ。でもね、これにはこんな決まりがあるらしいんですけども、帯状疱疹になった大人から水ぶおうそうになったことのない子供にはうつります。ほんで、帯状疱疹になった大人から帯状疱疹になってない大人にはうつりませんという感じなんですよね。帯状疱疹はね、ウイルス性の疾患なんですけども、もともとその自分の体の、ね、中にあるウイルスが活発化して発症するので、大人は人からうつるもんじゃないんですよね。さっき水疱瘡と言いましたけども、その帯状疱疹ウイルスっていうのは子供の頃になる水疱瘡と同じウイルスなんですよ。そのウイルスが体の免疫力の低下が原因で、まあ、活発化するんですけども、それで発症して帯状疱疹になるんですけどもね、そのうつるうつらないっていうので言うたら、その昔水疱瘡って子供がなったら、わざわざその子供にまだなってない子供がもらいに行くっていう謎の文化がですね、僕が子供の頃にねあったんですよ。まあ、きっと僕と同じ世代の人や、ちょっと年上の人らの世代にはね、存在した文化だと思うんですけどもね、まあ、そんな子供の頃の水疱瘡、大人の帯状疱疹はね、まあ、どうやってうつるのっていうのをね、これからちょっとね、少しお話ししていきます。そんなその水痘帯状疱疹ウイルスがどうやってうつるのっていうことなんですけども、一つ目はですね、触ってうつる。で、二番はですね、空気中に浮遊したウイルスを吸い込んでうつる。まあ、接触感染と飛沫感染ですね。まあ、でもそんな中でも特に免疫不全の人、まあ、抗がん剤使ってたりとか HIV に感染症だったりとか、コントロール不良のね、糖尿病とかね、まあ、などのその免疫力が下がっている人はかなりうつりやすいとされています。うつさない、うつらないためにはなんですけども、手洗い、うがいとね、手指消毒ですね。で、帯状疱疹ウイルスにはですね、アルコールが効くと言われています。で、あの発疹ね、ブツブツのところはね、ガーゼでちゃんとね覆ってあげてください。これはその、まあ、僕がこの前病院でね、薬塗ってもらってから後にね、ガーゼを覆ってくれたのがね、まあ、これと一緒だと思うんです。まあ、でもね、その発疹にはね、触らないのがねいいんですけどもね、まあ、気になったらね、どうしてもね、触ってしまいますよね。子供なんか絶対触ってしまうと思うんです。でもね、まあ、僕の場合はですね、それが気にならなくなるぐらいね、神経痛の方がね痛いんです。もう水ぶくれなんてね、ほんまにどうでもよくなりますよ。で、そして次はですね、まあ、できるだけ接触を避ける。またその水疱瘡になったことない小さなね、子供さんとかがね、いましたらね、こうほんま接触を避けないといけませんね。まあ幸い、うちの子供らはね、水疱瘡経験者までね、まあ良かったですわ。なってなかったらね、僕からうつることがね、あったんでね、それはなくて良かったです。で、生活上でできること。入浴は最後にする。僕みたいにね、帯状疱疹の人たちはね、お風呂はね、最後に入った方がいいです。とね、洗濯物にね、その汁浸出液か、なんだろう、その水疱瘡の、その水疱瘡っていうのは、水ぶくれが潰れた時の汁とかあるじゃないですか。そんなんが付着していたらですね、その一度洗い流してね、普通の洗濯機にね入れて洗濯するのがね、そういうなんかルールがあるみたいです。めんどくさいけどね、そのまあ一度ね、水洗いしてからね、洗濯機にね、ポンと放り込んでください。もうあとはこれですね、これが一番有名でしょう。ワクチンの接種ですわ。あのね、2014年のね、10月よりね、子供はね、2回定期的にね、接種をね、するんですよ。まあ、1回目はその1歳から1歳1ヶ月の間にね、します。で、2回目はね、1歳3ヶ月から2歳までの間にね、します。その小さいお子さんがいてる人やったらね、母子手帳を見てもらったらね、わかりますよ。まあ、見落としてることはね、ないと思いますけどもね、まあ、何歳で日本脳炎とかね、BCG とか、反語注射とかあるじゃないですか。
まあ、そんなんがあるんで必ず受けさせてるはずです。こう診察室に入ったらですね、こう腕まくりをしたこのおじいちゃんみたいな先生がね、はい頑張ろうねって言ってこうニコニコしながらね、注射器のこの針をキラーンって、ね、光らせてるんですよ。でそれを見た瞬間に、ね、子供がね、いやいや怖いってね泣き叫ぶ中ね、看護師さんがね、はい怖くないよすぐ終わるよって言いながらガッとこう腕を押さえてですね、子供がギャーって泣き叫んで、でお母さんがじっとしなさい我慢しなさいってね言うてね、お母さんはそのこう膝の上に座ってる子供をね、片手ではこの顔を押さえながら、もう片方の手でその体と注射を打たない方の腕をガッて押さえ込んで、足でこう足を挟むというね、そのまあ大人たちの連携プレーでね、一瞬でその無理やり終わらせるんですけどもね、注射をね。まあでも1歳やったらね、まだわけ分かってないからね、スムーズにことが進みますけどもね、そう2歳に近づいてきたらね、もうしっかりしてる子供もいてるからだからね、まあそのような光景がね、ちょっと見られるんですけどね。まあそのような感じでね、2014年の10月よりね、子供はね、2回に分けて定期接種をね、します。1回目は1歳から1歳1ヶ月の間、2回目はその1歳3ヶ月から2歳までの間で行われます。ほんでそれは子供の話やったんですけども、2016年3月よりね、50歳以上の方はね、その帯状疱疹予防のためにですね、水痘帯状疱疹ワクチンがね、打てるようになったんですよ。なのでね、そのもし皆さんの周りにね、50歳以上の人がおられましたらね、帯状疱疹ワクチンの予防接種をね、進めてあげてください。まあ、健康な人でもね、年齢を重ねていったらね、免疫力がね、低下していきますので、まあ、今元気でもう知らんうちにね、出てくる病気なのでね、進めてあげてください、ほんまに。まあでもね、いきなり進めたらね、ちょっとね、イラってして怒られるかもしれないので、まあその人とのね、関係性をちゃんとね、気づけあげてからにしましょうね。まあとは言ってもですね、一番はね、かからへんことなので、手洗い、うがいをちゃんとしてね、免疫力を高める食事をね、行っていってください。まあそんな感じでね、今日は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。